はい、藤田博之です。今日はですね、浜松のイースタイルゴルフさん、我々 BK がお世話になってますが、まあ、そちらで、私藤田博之の第2回、レッスン会というのをやりました。そして今回はですね、アプローチ編ということで、イースタイルの会員様に、アプローチの方をレッスンさせていただきました。その模様をですね、ぜひ皆様にも見ていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。気になってるとこ ありますか？トップしやすい、はいはい、はい、あ、よけどトップが、はい、わかりました。トップを、なるほど。あと 2,3 球いいですか？はい。これ自分ではどんな感じでトップになってるって予想されてます？はい、あ、右手が強い。ああ、なるほど。ってことは気をつけるのはもう右が出ないように出ないように。ああ、はい、なるほど。手は固定して、わかる、構えていただいて、これぐらいでいいかな。自分のこのクラブに当たらないようにちょっと素振りでいいんで、ちょっとテイクバック上げていただきます。当たりますね。当たらないように上げていただいていいですか？うんうん、当たらないように。うん、どんな感じなんですかね。当たらないように上げたら外に上げてる感じですか？ナンバーコーチ、これ外ですかね？外じゃないです普段はだいぶインサイドっていう感じなんですよ。で、インサイドに引きすぎてて、で戻すときにもうアッパー目にクラブが当たっててトップしてるんですね、はい、だからここで表現するとインに引きすぎてて、ここからこう戻ればまだ問題ないんですけど、これがこう来たらちょっとこうなっちゃってます。それで上がり際にボンって当たってトップしてるって、うん、でも多分かなり練習してると思うんですよ。それを通常ヒール側に当たるのに遠寄りで打ってるんで、多分相当修正してるんで、まあまあそれはいいとして、でここに当たらないようにテイクバック上げて、で打ってみましょうか。 OK、 どうでした？なんか違いました？今ボールが乗ったかな。うまくいきましたね、1球目から。はい、ちょっとすごい違和感が、多分見てる方はそんな違和感感じないと思うんだけど、うん、なんかいい音しますね。はい、自分では相当外から上げて上から打ってるみたいな感じになると思うんですけど、うん、不思議な、はい、左手離れていきます。あ、右手が、うん、離しちゃいましょう。離しちゃいましょう。今回は離しちゃいましょう。思いっきり、うん、はいはい、いいですよ。この右手をつけようとするあまりに、あのずっとこのフラットすぎる現象が生まれたんですね。でフラットすぎ、低いところから行きすぎて逆にアッパー目に当たってたんで、逆にもうこういう動きが欲しいんです今。だから離れるのは大歓迎です。はいはい、ちょっとこの動き、はい、この動きがスイングの中に欲しいです。今までは全部こういう動きでしたね、うん、そういう動きが欲しいです。そう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 、そうなるとこのクラブ当たらないじゃないですか。はいはい、そんなイメージで OK。 そうそうそう、普段となんか違います、うん、不思議ですよね。曲げてもいいです、離してもいいです。はいはい、むしろスピンが効いちゃってるかもしれない、はい、すごくいいですよね。そうでしょ、こうでしょ、こう来たらこうオンプレーンでしょ、手と手と重なってオンプレーン、そう、これこう、すごいいいと思いません？
だいぶいいんですね。あね、だいぶ違いますよね。はい、じゃあガイドなしでもうできそうですね。そのイメージでいいですよ。だからワンポイントやっぱりしっかり守るのは大事なんですけど、やっぱそこでメリットもあるけどデメリットも出てきちゃうんですよね。だからここ肘をつけるってところで、まあ、メリットとしては絶対インサイドから来やすいんだけど、ずっと守って体の回転で打ってるからこうどんどんインに入りすぎちゃったんですよね。で本当はここからでも、例えばここに上げてもですね、ここに上げてもここに上げてもこの反対側のここにクラブが来れば全然問題ないんですよ。うん、そうそうそう、そっちに戻ってくれれば、まだちょっと一回やってみます、うん、いつものテイクバックから反対側まで行けば問題ないですそうそうそう、結構フラットだからこっちも結構頑張らなきゃいけないっていう現象が生まれてくるんで、からそうそうそう、そうなってくると合うんでミスショットじゃなくなってくるんですけど、ちょっとそのフラットすぎるのがまずは原因なんで、これをこうね使っていただくと、うん、うん、多分ああやって少しダフリーが入った時っていうのは少しこう来たと思っていただいていいです。もっとこうやっていいんだなって、はいはいはい、もっと極端にやっていいですよ。そう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 、多分自分の感覚はね、この45度ぐらい上げてるぐらいでいいんじゃないですか。多分、はいはい、それで今多分普通にまっすぐ上がると思います。すごくいい、すごくいい、綺麗に入りますよね。はいはい、ハンドファースト当たってますよ。正面から撮ってみましょうか。当たってる。ハンドファースト感じないかもしれないけど、ハンドファースト当たってますよ、綺麗に。はい、はい、うん、見てみましょう。うまい出ました。ね、ね、ちゃんと当たってますよ。うん、そうそうそう、大丈夫。不思議だと思いますけど、うん、本当はもうこのヒールのラインでもいいんですけど、自分たちはこのヒールのラインでやったりするんですけど。ヘッド1個分ぐらいこうやって、はい、ここに当たらないようにガイドでやるといいと思います。もう多分すぐ慣れますね。はいはい、でこの時に今外から来るんで、このままポーンって打った時にかぶるとあんま良くないんですよ、フェースが。だからこっち上げて、こっからこう来たらフェースをこうやってキープしようっていう、はい、やってあげるとよりいいですね。はい、オッケー、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。なんか気になるとこあります？はい、わかりました。じゃあまず打ち方見ましょう。なるほどですね。ちょっと、はい、じゃあ構えていただいて、はいはい、これ一緒にちょっと握っていただくんで、はい、ちょっと一回離していただいて、これ一緒にちょっと握っていただいていいですか、はい、でちょっと素振りしますね、はいはい、ちょっと ボールのこっち側行きましょうかね、外しましょうかね、で素振り、はいはい、でこのクラブが体にボーンと当たらないように、はいはい、手がこうパッと返ると自分にこうクラブが当たるんで、はい、バンと、はい、これが当たらない、このまま、はい、当たらないように、当たらないように、当たらないように、手を出すってこと？そうですそうです。シャンクした、シャンクしましたね。ボールの位置は、はい、そこですよね。ここでいいですか、はい、ちょっと待ってくださいね。一回こう上げると今こういう感じになってるじゃないですか、はい、こう正面がこうなってるんですよね。できたらこういう、そう、こう例えば剣道のお面みたいな感じでパンとした時、ここですよね、はいはい、ここでこう構えて、ここにボールがあるのがいいです。こんなイメージね、はい、
あ、そう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 。がですね、ちょっとやっぱちょこうなってるんですよね。はい。まっすぐから正面から、そう正面、はい、気持ち悪いと思いますが、はい。オッケーオッケーオッケー。そっちの方が多分長い目で見ると、はい、うん、良くなりますね、はい。はい。ちょっと気持ち悪いと思いますが、はい。でフォローで、はい、一回止めれます。パチンって打ってから、はい。そっちの方がいいですね。はい。ちょっと止める意識で、はい。まっすぐから、はい。で打ったら止める。はい。いいですいいです。はい。ちょっと上がっちゃいましたね。ちょっと上がっちゃいました。上がりました。フォローが上がりましたね。はい。でアドレスもう少しなんていうんですかね。ちょっと起き上がってみましょうか、はいはい、棒立ちみたいな感じです、はいはいはい、まっすぐ構えて棒立ちで、はいはい、そこから止めると OKOK、はいはい、棒立ちで、はい、おい、いいですよ。でスタンスを今の半分にしてみましょうか。今このぐらいの広さなんで、はい、半分、はい、半分の棒立ちで、あ、いいですいいです。まっすぐに構えて、はい。おお、だいぶいいと思います。はい。練習の時はもうほとんどこう しましょうか。はい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 。だいぶ違和感ありますか。あります。だいぶ違和感あります。はい。だいぶなんか良くなった感じはあるんですけど、良くなってかどうか。昔のイメージが強すぎて。あ、だからまだ慣れないから、はい、違和感ね、はい。あとは最後にですね、この打った後ですね、打った後にこのヒールとこう頭側があるじゃないですか、はいはいはい、で頭側がこうどうしても来るんですよね。ああ、なんでこうヒール側がずっとこういうイメージで、うん、いけます。フォロー難しいと思いますけど、はい。今のは帰ってしまったんですけど、はい、もう一回あれすると、はい、こういう今日一番変えてますからね、はい、なんでこの息もですね、息もちょっとこっち側からこうやって引っ張られてるような感じ、はいはい、でこの帰りはこのヒールからこうやってくる感じで、はい、でここからはそうヒールがこういう感じで、はいはい、この空を向くようなぐらいの気持ちで、そうそれがいいですね、はい。お、頑張りました。でヒールでこう来たらもうここで止めるイメージです。はい、距離はもうここで止めるイメージです。はい、ヒール側をバッと出して止めると、そうあ、まだ帰ってる。だから今のでバーンと来た時ここで止めるじゃないですか、はい、そうするとちょっといいですか、はい、ゴールはこう来た時にパーンと来た、これですね、はい、これがゴールで、それよりもちょっとこうかぶりやすいんで、はいはい、あの形になるのを意識しておきましょう。あ、そうヒールからもっとヒールからでいいですよ。ヒールから、あ、見ました見ました。そう、これ癖だからね、しょうがないんですけど、コツはイメージが大事なんですけど、こういうふうに通過するようなイメージです。はい、ここをボールがこう通過するようにイメージしていただくと、ここで止まるんで、今どっちかというとこういう感じなんですよ。ボールが当たってからこういく感じなんですよね。こういう感じ。はい。なんでクラブがちょっと逆に言うとカットって。カットね。そう。はいはいはい。はい。そうなんだけど、あの2本がちょっとうまくいかない。ちょっとこれもう一回だけやってきますか。これ本当はなんかスティックみたいなのがあるとね、これ重たいから、はい、あ、これ打ちます。もう、いや、打ちえ、素振りにしましょうか。はい、はい、素振りで。多分違和感がねありますよね。
はい、これ練習し、たまに練習していただくといいですよ。はい、こういうイメージですか。これでちょっと一球打ってみます。軽くでいいです、いいです、はい、でそうするとパッチ飛んでいくから気持ち悪いんでしょうね。うん、こうなんね。でもやってるとなってくると思うので、はい、はい、難しいです。難しいですよね。もともとがやっぱこうか、あとはですね、はい、あ、やっぱちょっと硬いですね。もっと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 ふわふわですね。これぐらいでいいですね。それも一つあるかもしれないですね、はい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 、で右の親指をちょっとこう外します、はい、上に置きましょう。こうやってこう、これをこう、あ、こうね、はいはい、これでいきましょう、はい、これでここを目指してこう、こういうイメージですね。極端に言うとこうやるとこうなりやすいですね、はいはい、多分どっかでこうやってるんで、はい、こうですね、はい、お、今フォローだいぶ開いてましたよ。あ、そうですか。開いてた。大丈夫です、大丈夫です、はい、ああいう動きが多分あるんですよね、はい、こう来てこうなる動きがあって、それをキュッと返してまっすぐにしてるんですよ。なのでこういう動きを多分こっち側がこうですね、はい、もうイメージはこうやってちょっと打ってみましょうか、はい、こう、はい、トンとね、あ、そう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 、それがいいかもしれないですね。ちょっとしばらくそういうイメージで、はい、なんかバンカーショットみたいじゃないですか、うん、そうそうそう、これ普段のアイアンでもこうやって打った方がいいです。あ、普段でも、はい、ドライバーも、それドライバーのそのフック多分直りますね。勝手にフックって決めてるけど。あ、これ右手がちょっとあれでしたね、はい、右手戻しますか。戻してほしくないけど、あ、戻しましょうか。ちょっと振るから、その代わり上からちょっとこう、はい、頑張る。あ、帰ったな、やっぱり。あ、頑張った。だいぶいいですよ、今の。今良かったですね。あ、今のいいです、いいです。これもう慣れて、あ、うまい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 。そうそう、そういうことですね。それに慣れていただくと、あ、うまい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 。つかみましたね。ありがとうございます。いえいえいえ。すいません、少ない時間にいろいろ、お、うまい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 。やっていただいて。はい、うん、OK、じゃあこの辺で、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じでやってみてください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。今レッスンノート走り書きですけど、はい、はい、写真と動画も見極める目、洗練された形、誰にも染まらない自己流のプライド、追求をやめない探求心、この先続く挑戦のさらに未来を見据えて、監視カメラの常識を超えていくジーカム。